これこれ五平餅だがね、おいしそうな。こんなのビアンカ人食べたことないよ。こんなの食べいっとったの、ババさんたち昨日。ああ、これ昨日ついてったのはこれルブちゃんだけ。ルブちゃんちょこっともらえたのかな。ビアンカ人も食べたかった。じゃあ今日も飽きてどうぞ。はい、というわけでビアンカ人です。なんかこれ昨日パパさんたちこの下山の里ってとこ行ったんだって。ルブちゃん連れて、ルブちゃんに帰ってきて、あんたも五平餅食べたのって聞いたら、ルブちゃん匂いだけかましてもらったけど食べてないよって、こうやって言っとったわ。これ、まあパパさんたちだけ美味しいもん食べて、あれやルブちゃんあんたいいがね、これ。まあまたこれ甘やかされとるわ、これ。まあ五平餅食べれんかった分、まあいっぱいイコイコしてまったらいいわ、これ。まあパパさんたちばっかりずるいね。ルブちゃんも匂いしか嗅がしてまえんなんて、なんちゅうこと。ほいでこれ、その後に近所の公園に行ってきたんだって。これ今これゆかちゃんに引いて待っとるけども、まあゆかちゃんがまたもう膝から上は一切映すなって、こういう指令が出とるけど、そんな器用な映し方できんよっつって。ほんでこれボクちゃんがこれルブちゃんを連れてこれ走っとるけども、これもボクちゃんの足が速すぎて、まあ、ルブちゃん追いつけるもう引っ張られとるがね、これ。はい、というわけでルブちゃんごめんねって、ババさんが走れっていうもんでこんなことになるごめんねっていうことで、これ今度はボクちゃんにゆっくり走ってまった。もうババさんどうしてもこの走っとる姿のスローモーション撮りたかったんだって。なりゃまあルブちゃん今度はゆっくりだもんでよかったね。まあ、そういう公園でお遊びしたってお話。そしたらこれまあたくさんのワンちゃんがおって、ルブちゃんも遊ぼうっつってやっとるわ、これ。まあこんな風で楽しい休日を過ごしたそうです。今回はビアンカ人もカブちゃんも一切出てこないけども、ルブちゃんが楽しく過ごせましたよっていう、そういうお知らせ。じゃあ今日はここまで。